こんにちは、まさに6494です。今回は群馬県の高崎駅にあるアパホテル高崎駅前に宿泊した感想についてですね、お話ししていきたいかなと思います。まず思ったことが、この部屋に入って、これって絵を飾るんじゃねえのかって思ってるんだけど、間違っていますでしょうか。ここな、多分絵を飾るやつなんだけど、絵が飾ってないんだけど、どういうこと？それともなんか高性能のカメラかなんかなのかな、180度全体が分かる高性能的なやつ、わかんないんですけど、まあカメラだったら逆に困るんですけど、今ちょっと全裸なんで。はい、ということで、前宿泊したかなって思ってたんですけど、してなかったですね。多分ここじゃなくて奥の方のホテルに宿泊したのかな。で、近かったからここに宿泊すればよかったんじゃねって後で後悔した記憶があります。それではまずね、思ったことが、ここが入り口なんだけど、入り口からこう入って、ここ部屋なんだけど、めちゃくちゃ狭いんですけど、結構アパホテル久しぶりに狭いなって思った部屋に泊まってます。結構優遇してくれるというか、ダイヤモンド会員もうちょっとのところに来ていて、プラス、アプリのやつで部屋のグレードアップ毎回してもらってたんだけど、絶対グレードアップしてないし、結構狭いし、そして後で説明するんですけど、テレビがの Wi-Fi のやつが線が抜けてて、 Wi-Fi が途中まで使えなかったっていうね、そういうやつがありました。それではお部屋行きましょう。まあ部屋の中はまあ普通ですね。浴槽まあまあ広いぐらいかなっていう、まあ、ただ温泉あるんで基本的に温泉に入ります。もう久しぶりに思ったことが、グレードアップしてくれてたんで、だいたい2人分の、アメニティとか置いてあったんですけど、今回アメニティないです。あ、ってかちょっと思ったことあったんだ、ちょっと待ってね。で、なんだけどさ、思うと思うんだけどさ、めちゃくちゃ狭くね、狭いんで、テレビここでしょ。このテレビをさ、上にさ設置して、ここの面積を取れって思って、で、まあ、まあ布団はまあいつものサイズですね。まあこんな感じでございます。で、一つ言っておきたかったのは、このテレビですね。テレビがWi-Fi がつながってなくて、メンテナンスのためつながりませんっていう項目だったから、まあなんかあんのかなと思って、まあ夜は遅く来たんで、まあやんなくて、で、帰ってきた時に見たら、またメンテナンスで、絶対これダメだろうっていうやつだったんで、フロントに連絡して直してもらいました。ただそのフロントの来てくれた女の子が何歳なんだろう、めちゃくちゃ若い子で、可愛かったんで許します。で、もう一個なんだっけ、忘れちゃった。とりあえず宿泊費用が、2泊ですね。2泊で、まず値段を言うと7800円かな、待って、7800円でした。で、その内訳としては金曜日にまず宿泊して7000円で、土曜日に宿泊して1000円ですねの計8000円のアプリ割引なんで、200円割引して、7800円と、なので1泊あたり3900円ですねの宿泊費でした。まあその2泊目が1000円っていうのは、今アパホテルのキャンペーンで2連泊の2泊目は1000円になるというやつの2泊目ですね。
で、実質もともと日曜日の、宿泊費が1万円だったんですね。それがまず10分の1になりました。で、10分の1になって、しかも100円引かれたから10分の1未満になりましたみたいな、素晴らしい感じですね。もう値段は素晴らしいんですけど、この環境ですね、環境がちょっとマジかっていう、この絵とかね、まあ絵だよな、絵だと思うんだけど、おそらく絵だと思うんだけど、なくて、あとはテレビのやつですね、あのメンテナンスのやつですね。電話かけた時すごい不思議がっていて、パスワードとあの ID はテレビで分かりますって言われて、うん、まあそれは多分分かるんだけど、そのやつが出てないし、パスワードと ID が表示されてないし、しかも、なんつうの、さらに先に進めるボタンがあったんで、それを押してみたら、メンテナンス中のため繋がりませんみたいな。もう一旦時間を空けてもう一回試してみてくださいみたいな、そんな感じだったんですけど、で、まあしょうがねえなと思って、夜は諦めて、で朝から出発して、で夕方ぐらいに帰ってきて、もう一回やったら同じ状態だったんで、絶対これはあれだなって思ったんで連絡しました。書き置きを残してたんだけどなと思って、わざと書き置きで、なんだっけ、Wi-Fi のパスワードと ID がメンテナンスのため入れませんでしたっていうのと、VOD が再生っていうか、メンテナンスのため使えませんでしたっていう書き置きを残してたんですけど、それがなくなってて、見たんだよな、おそらく。っていうか、普通に何も見ずに捨てたとか思いながら。で、Wi-Fi のことで連絡して、Wi-Fi 直してもらって、で、何も言ってないのに VOD の言葉を口にしたから、絶対知ってたんだろうっていうね、その書き置き知ってただろう、お前みたいな、そんな感じで思いました。まあ、ただ、可愛い子だったんで許します。はい、ということで、今回は、群馬県の高崎駅にあるアパホテル高崎駅前に宿泊した感想についてですね、お話ししてきました。それでは、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。